ょっと一回合わせに行ってみて。わかった、うん、せーの、カモウソ。くーちゃんとみやにゃんとみーたんです。はい、今日はですね、はい、私双子にやりたいことがありまして、はい、質問コーナー、イエーイ。まあ、質問コーナーって言っても普通の質問コーナーではありません、うん、質問したことにどれくらい双子が一致するのか検証していきたいと思います。双子あるあるで答えを揃えに行った方がいいのっていうのあると思うんだけど、今回はもう全然自分の答えを答えてくれて大丈夫です。なるほど、はい、その中でどれくらい一致するのかを検証していきたいと思います。はい、じゃあ質問するんで、はい、せーので答えてください。はい、お第1問、はい、好きな色は、せーの、黄色。あれ作ってもらうと嬉しい料理は、せーの、グラタン。せーの、そうめん。お、お風呂でどこから洗う。あ、はい、せーの、頭。お、好きな食べ物は、せーの、ウニ。おい、すごい、みーちゃんもウニ好きな。うん、あ、そうなんや。好きな言葉は、言葉、好きな言葉、好きな言葉って、言葉、あ、わかった。お、オッケー。せーの、かわいいね。好きな花は、花、うん、花、ちょっと待って、考え、あー、はい、せーの、桜。かすみそ。かすみそ、どんな花、あれ白くてさ、うん、ちっちゃい、うん、いっぱい、ああ、なんかな、うん、白いやちっちゃいやつ、まあ、あるね。好きな動物は、好きな動物、うん、すごいシンクロ。せーの、カピバラ。全然違う。カピバラか、うん、双子でこう合わせに行こうとしてたらカピバラやった。いや、合わせに行こうとしたら、うん、多分、うん、違うね。違うものになるね。あ、違う。え、ちょっと一回合わせに行ってみて。わかった。うん、癒しの力よ。オッケー。お、せーの、カモウソ。あ、惜しかった。惜しいかわからんけど。ちょっと前よ。いや、全然。ちょっとなんか同じ感じだよね。川から始まったから、一緒だったからって思った。国内で行ってみたい場所は？あー。行ってみたい。うん。はいはいはい。行ってみたいか。行ってみたい場所。うん、せーの、沖縄。おー、行ったことないね。なーい。一緒に行ったことない。行きたい国は？行きたい国。行きたい国。あー、行きたい国かー。せーの、イタリア。オーストラリア。おー、その心はあったりと思う。心、なんかイタリア料理食べたいなって感じよ。なんかコアラに会ってみたい。インスタでコアラのマーチのさ、うん、なんか、あ、そうそう、コアラのマーチちょっと最近好きで、うん、やってみたいことは、やってみたいこと、やってみたいこと、やってみたいこと、あー、はい、オッケー。せーの、バンジージャンプ。おー、すごーい。2人とも高いところは苦手じゃないの。大好きです。あ、すごい。生まれ変わるなら男の子、女の子、あくらい一致しそう。うん、せーの、男の子。え、なんでなん、せっかくやったら、うん、違う方持ってるから、うん、なるほどね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 。え、じゃあ具体的に何やってみたい。何やってみたい、うん、何やってみたいやろ。でもなんか部活とかでなんかこう汗水流したい。野球とかね。なんかもうこのサッカーのなんかさ、大会のさ、動画とかよくあるやん。こうやってさ、みんなでこう、こういうやつ、ロッカールームでさ、涙流す感じやってみたい。熱い、熱い。そうそうそう。そう、ね、じゃあ、得意料理は？得意料理。これは違うそうやな。あ、違いそう。せーの、茶碗蒸し。おー、茶碗蒸しはよく作ってるイメージある。うん、リビンバのあれ？リビンバ。あ、一人じゃ作れへんけど、うん、一緒に作ったらできる。まあいいね。好きなゲームは？好きな、ああ、これはでももう一択しかない。なるほど、なるほど。一択しかないな。せーの、つぶつぶ。おお。お互いの好きなところは？お互いの好きなところ。好きなところ。せーの、違うところ。あ、休日の過ごし方は？休日の過ごし方、うん、せーの、TikTok 撮る撮る。二人で一致しましたね。どんな時に幸せを感じる？おー、どんな時、あ、
わかりました。あ、すごい。早い。じゃあ行きますよ。せーの。お昼寝たい時に寝る。あ、一緒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 。一緒やね。お互いに秘密のことがある？あるかないか。おー。せーの。ない。あ、これはないね。ない。これはないね。今。1000万円もらえるか、うんうん、もしくは10年後に1億円もらえるか。うわー、なるほどね。今1000万と10年後に1億。1000万かける10年で10、うん、1億か、うん、せーの。10年後に今派と、まあ、今後派、うん、今後派。えみちゃんなんで今後にしたの？なんか額が大きい。宝くじで5億円当たったら何に使う？おー、あー、5億円だ。難しいな、これな。難しい。5億円。オッケー。お、いきます。せーの。欲しいものを買う。欲しいものを全部買う。あ、そうね。まあ、5億もあったら買えるからね、うんうん。その中に家も入ってると思います。あ、なるほどね。人生最後に食べたいものは？はい。お、早い。はい。お、せーの。ウニ丼。あー、惜しい。一緒一緒。ドラえもんの道具で一番欲しいものは？あ、わかりました。オッケー。せーの。タケコブタ。おお、行くぞ、これも。あ、マジで。なんか空飛びたいね。飛びたい。飛びたい。飛びたい。確かにね。10年後の自分に一言。10年後の自分に一言。うん。はい。せーの。ヤッホー。まあ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 。一緒。透明人間になったら何をしたい？おー、透明人間になったら、透明人間ね、うん、なんだろうな。せーの、エレベーターを覗く。みちゃんは？エレベーターを開け閉めして脅かす。かわいい。やんないかな。かわいい。ちょっとさ、いたずら。かわいいな。最悪やな。スマホを覗きに。だからどっちにしてもいたずらするってことだ。何フェチですか？何フェチ？せーの。あの筋肉。腕のなんかあの筋みたいな。うんうん。一緒。すごい。今子供でな。うん。すごい。ここら辺。すごい。ラスト2問です。お。落ち込んだ時は何をする？せーの。寝る。じゃあ最後いきます、はい、服はよくどこで買う？これが最後ですか？これが最後。ネットとかショップとか。あ、じゃあどっち派？ネット派、ショップ派。あ、オッケー、オッケー。せーの。ネット。あ、まあネットやね、はい、ネットでさ、うん、どういう服をよく買うの？スカートとかワンピースとか。あ、でもワンピースが多いかも、うん、なんかあんまりワンピースは失敗しないってさ、うん、あ、確かにね。なんかちっちゃ。はい、ということで今回は双子にねどれぐらい一致するのか検証してみました。編集の時がねすごい楽しみです。はい、はい、ということで今日も見てくれてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。